皆様おはようございます。本日は東京駅丸の内北口に来ております。本日もよろしくお願いいたします。昨夜ですね、少し、雨がパラパラと降っていたので、今日は空気が澄んでいるように感じられます。今回はですね、確か第2回ですね、第2回に、丸の内の中通りを、撮影したのですが、そろそろですね、桜が、結構咲いてるんじゃないかという話を聞いて、今日は再び丸の内にやってきております。今回もですね、わりかし、まあ、朝活といえる時間帯に、来ることができました。どうでしょう、画面越しかなり爽やかな景色が伝わっていますでしょうか。前回はですね、風ノイズが結構入ってしまっていたので、今日はどうですかね、ちょっと風まではコントロールできませんが、あまりノイズが入ってないといいです。もう一度振り返ってみましょうか。では行きましょうか。今日はですね、予定では、銀座の方までは抜けていかずにですね、有楽町のあたりで皇居の方に少し出てみようと思ってます。
歩いていてもですね風を感じるので、やはりちょっと残念ながらノイズが多めかもしれません。信号が赤になってしまったので一旦振り返ってみましょうか。いい感じですね。さあ、では行きましょう。予定を変えてですね、皇居の前を通って日比谷公園の方まで行きたいと思います。横がこんな感じですね。
ちょっとですね、中通りに桜が咲いていると私勘違いしておりました。桜が咲いているのは八重洲の方ですね。なので本日はちょっと、東京駅付近の桜ではなくてですね、皇居から日比谷公園の方に抜けていく散歩を撮影したいと思います。この辺りはですね、季節問わずいつ散歩に来てもいいスポットですね。まだ朝時間早いですけど、ちらほらランニングされている方もいらっしゃいます。ここはどうしましょう。渡っておきますか。
くジンバルの使い方にもだいぶ慣れてきました。このコースは僕も何度か通ったことありますけど、この時間に歩いたのは初めてですね。ちょっとランナーの方が多いのでカメラの視線をちょっと上げましょうか。さあ続きを歩きましょう。パッと見た感じだと日比谷公園もあんまり桜の木は植えられてなさそうですけど、まあ、せっかくなので行ってみましょう。振り返ってみましょうか。
そこがもう日比谷公園の角ですね。ここで信号を渡ります。信号を渡りましょう。これは桜ですかね。さあ、日比谷公園の入り口に到着です。
桜咲いてますね。ちょっと来た方を振り返ってみましょうか。こんな感じですね。同じ桜ですけど、ちょっと引きの絵も撮ってみました。さあでは先に行きましょう。今日は予定外に日比谷公園に来ましたけど、この時間に来る日比谷公園かなりいいですね。
ベンチもたくさん置いてあります。季節ごとにですね、いろんなイベントやってるんで、いつ来てもどの時間帯でも楽しめる場所ですね。しかも今日は東京駅から歩いてきましたけど、隣のですね有楽町駅からは徒歩、そうですね、まあ、出口、一番近い出口から出れば徒歩5分ぐらいなので、非常にアクセスのいい公園です。こちらの出口から出ようと思いましたが、あれですね、ちょっとずっと日陰が続くので、さっきの通りから帰ることにしましょうか。地図もあるので、少し写しておきましょう。今日歩いたコースはあれですね、テニスコートの右、まああれですね、スタートがここで言うと右上の入り口からスタートですね。宝くじ協会って書いてあるあたりからスタートしました。テニス公園、テニスコートの脇を抜けてですね、でその後ピンクのコースにほぼほぼ沿って松本ローまで行った後に、北側の池の方には行かずですね、日比谷公会堂の方まで歩いて、一番下の方ですね、第2花壇の南側を歩いてきて、今大噴水の南側ですねのあたりにいます。さあ行きましょうか。ここが小音楽堂っていうやつですね。朝の散歩にはちょうどいいコースではないでしょうか。カフェにこもってですね、
まあ、朝から勉強するっていう朝活も嫌いじゃないんですけど、まあ、やる内容にもよりますけどね。こうやって歩きながら何か、まあ、勉強したり話をしたりするっていうのはいいと思います。奥の方に帝国劇場が見えてきました。喉が渇いた、お腹が空いたっていう方いらっしゃるかもしれません。公園の中にですね、カフェがありますので、そちらちょっと見に行きましょうか。この時間はですね、まあおそらくまだ開いていないと思いますが、外から様子は見ることができると思います。結婚式も確か時々やってますね。こちらですね、見えてきました。あ、カフェは奥ですね。手前は、手前なんだったっけ、ベリーチェガーデン日比谷はガーデンウェディングができる結婚式場です。そうですね、こちらが結婚式場で、カフェは隣ですね。あ、ちなみにカフェを正面から撮る前に、あれ、サボテンが生えてる。さあ、こちらがカフェですね。ちょっと時間がまだ早いので空いてないですけど、オープン11時半からとなっているみたいですね。日比谷サロービアテラスって書いてあるんで、あ、思い出しましたね、ビールも提供あります。ではちょっとさっきと違う出口から出ましょうか。
東側の出口になりますね。今回ですね、取れ高が十分そうなので、東京駅まで戻ることはせずにですね、有楽町の駅まで行ってゴールドしたいと思います。今回は予定変更ばかりですね。まあ、こんな感じでフレキシブルにどんどん予定を変えながら散歩するのもありなんじゃないでしょうか。あれですね、公園の中にいた時間が結構ありましたね。こちらが日比谷ミッドタウンですね。あ、向こうの信号が先に青になったので向こうから渡りましょうか。まっすぐ行くと有楽町なんですが、信号はこの先なので
ちょっと渡れないか。なのでちょうど北端、北の橋にあたりますね。外堀を制覇してしまいました。景色が綺麗なので今日はこちらまで歩いてますけど、それだとちょっと長いよと、そんなに歩けないよっていう方は先ほどのですね、交差点のところそのまま渡れば、有楽町駅まで歩いても、あそこからだったら3分ぐらいですかね、で着きますのでご安心ください。さあ、もう結構出勤されている方がちらほら増えてきました。
だとまだ完全に日陰ですね。なぜ桜の木と勘違いしたのか、今となっては分かりませんが、冬はですねライトアップされることは間違いないので、その頃また撮影しに行きたいと思います。ちょうど何でしたっけ、あそこ名前ど忘れしてしまいましたが、今も結構風を感じているのでノイズがすごいかもしれません。ちょっと今までで一番長い動画になってしまったかもしれませんが、極力ですねここからそこどうやって移動したんだっていう疑問が生じないように、必要最小限のカットで編集する予定です。東京駅前のビッグカメラの看板が見えてきました。そろそろゴールですね。ちょっと今日は歩きながらになりますが、ここまでご視聴いただきどうもありがとうございました。何回かですねこの前後には、桜特集の動画をアップしておりますので、そちらの方も合わせてご覧いただけると幸いです。あ、最後に1個こちらお店紹介ですね。ちょっと読み方が未だに分かんないですけど、6 by オリエンタルホテルかな、そんな感じの名前ですね。引きで撮れますかね。ギリギリ入るかな、こんな感じのお店です。ここもどの時間帯に来ても素敵な
を味わえるお店となってます。それではこの店を見ながら終わりにしましょうか。今度こそ、ここまでご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた素敵な一日をお過ごしください。